っていうのが筋じゃないですか、うん、そうだよ ね、それ管理放出って何ですかってよくそういうの考えつきますね。誰が考えたんだって、誰が考えたんだって、ね、本当ですよね。いやだからフィルター付き弁当でね、なんとかなるっていうのもとんでもない話で、なんかもうなんかそれは対策のもう今回根幹にしようとしてるわけですよね。まあとにかくそうやって被爆を強要することによって、うん、原発だけじゃなくて原発事故ともね、うん、あの強要せまま、ね、ママあることなんで、うん、ね、そんなね、ママは許せません、許せません、そんなの冗談じゃないです、ね、うん、被爆ゼロでお願いします、はい、っていう感じですね。本当ですね、うん、でだから昔の公害の話からですね、うん、その受忍限度とかって嫌な言葉があるわけですよね、はい、まあ社会的な利便性の中で、うん、例えばその新幹線の騒音だとか、うん、まあ、道路のこの排気ガスだとかですね、うん、まあ、なんとなくそれでもいろんなものを切り捨ててきてしまった面もあって、うん、それもあの本当に反省しなきゃいけないし、うん、そんなことを繰り返しちゃいけないんですけど、うん、今あの原発の裁判をやってて、うん、例えば泊原発の裁判だとか、うん、東海第二原発の裁判でもあの被告側、うん、あの電力会社とかですね、うん、国側は、うん、国っていう言い方嫌なんですが政府の方は、うん、あの原発にもね、まあ、絶対安全はありえない、うん、いうことを平気で言ってるんですよ。開き直ってるんですよ、許さん、ね、うん、いやそれはね、うん、あの他のいろんな技術であの、うん、絶対安全がそれは、うん、なかなかね、うん、ありえないだろうなってことは分かりますよ、うんうん、だけど原発のような何かあったらどうにもならないものだからこそ、うん、絶対安全が立証その、うん、保証できないようなものだからこそ、うん、我々はそれはもう拒否するということだと思うんですよ、うんうん、そう大きさが違いますよね、はい、そう比較してはいかん。ついでにテロ対策の話、うん、はい、お願いします。ぜひこの間ですね、はい、あのちょっと勉強会があって、うん、GE の、 あの元エンジニアだった佐藤聡さんの、うん、話を聞いてですね、佐藤さんがあのアメリカの、10CFR っていうんですかね、あの向こうの安全規制の話を教えてくれたんですけれども、うん、テロ対策ってどういうレベルでやってるかっていうと、うん、今回のテロ対策って飛行機が落ちてくるっていうかね、だけですね、ということですよね、で向こうでの、ま、あのアメリカでの規制が本当にその通りになってるかっていうと、うん、まあ、いろいろあの不十分な点もあるようなんですけども、うん、これも映りますかね、もしかしたら、はい、ちょっと英語だけど、ね、英語だけどね、読めて小さい字の読める人は、はい、あの調べればあの 10CFR っていうのでネット調べれば出てきますし、結局ですね、あの放射能を扱っている施設への破壊工作っていうことでどういうものを想定しているかっていうと、これウェルトレインド、うんとね、なんだっけ、ちょっと近い文字が読めなくなってきたんですけど、インクルーディングミリタリートレーニング&スキルズAnd dedicated individuals willing to kill or be killed。 要するに軍事訓練を受けたような人たちがあのアタックしてくることを想定する。だからもうあの殺されても殺しても厭わないようなそういう体制で、まあ、複数 の、 あのチームなり個人なりが複数のポイントから一気にあの攻めてくる、そういうようなことを想定するのがテロ対策だっていう話が出てるんですよ。でそれについては with sufficient knowledge identify specific equipment or locations necessary for a successful attack ということで、要するにあの軍事的な知識とか能力だけじゃなくて、あの原発施設のどこがあのウィークポイントかっていうようなことをあの的確に、まあ、あの理解して攻めてくるようなものを想定しろと。でその中にはですね、インターナルスレッドアンドっていうのはこの書いてますけども、まあ、内部にねあの裏切り者がいたりするというようなことも、まあ、当然あのテロとかっていうのを想定するということはそういうレベルのことだと思うんですよ。でこんなことを徹底するって本当に現実的に無理だと思うんですよね。でただあのアメリカではこういうことをあの、まあ、抜き打ちでチェックするため の、 あの仮想のアタックチームを作って、あのそこの施設のあの対策ができているかどうかをチェックしたりするようなあの、まあ、考え方というか、どこまでそれが徹底されるかはちょっと佐藤さんもはっきり言ってなかったんですけども、そういうものなんだそうなんです。で当然あの武装してますよね、あの
そういうものが来た時に、でそういうことをされかねないというのが軍事施設じゃなかった原子力施設なんだというのが、まあ、アメリカでの、まあ、考え方で、それこそ6カ所にはね丸腰の警備員しかいないということは IAEA も本当にのけざったという話がありますけれども、我々はやっぱりその、安全神話の一端だと思いますけれども、核を扱う施設っていうものが一体どういうものかっていうことの考え方がね、やっぱりね甘すぎるんじゃないか、甘すぎですね、甘々、うん、と思いますというような話です。お、はい、すいません、はい、長らく喋ってしまってすいませんでした。いやいやいや、とんでもないです、はい、ということで私はこの辺で、はい、菅原さん、またちょっと来てください、はい、特集やりましょう、はい、みたいな、どうも、はい、ありがとうございました、またよろしくお願いします。皆さんパブコメ出しましょう。そう、ちょっとこのねアメリカ波って言ってたけど全然アメリカ波になってないよ何もっていう感じですねこれ、うん、本当に。はい、ということで徳さん今日テントなの、ごめんごめん、はい、じゃあじゃじゃーん、はい、続きまして産業パブコメ続きますよ。ということで徳さんはどっちから紹介しよう、原子力規制を監視する市民の会、そして、経産省前テント広場かな、はい、マイクマイクマイク、はい、ということで徳さんです名前言っていいの、はい、徳根さんです、こんばんは、はい、こんばんは。ということで徳さん今日、この後ちょっとテントの当番なんで9時には行かなきゃいけないので、はい、おごめんごめん、いえ全然大丈夫、ありがとうございます。ということで寒い中、はい、お疲れ様です。いつもきっと経産省前のテントを通ったことがある人はきっと知っていると思いますが、徳さんは原子力規制を監視する市民の会もやってくれてます、いつの間にかごめんねみたいな感じで、はい、この間ね金曜日にテント前とかでねパブコメをカキカキ、みんなのパブコメカキカキコーナーをやった時にもう徳さんもいてくれたという感じですね。ありがとうございました、寒い中で。まあ時間がないからじゃあ早速産業パブコメ行く、ね、なんか話する。いえいえ全然、はい、じゃあこれを魚にやろうか、はい、で今防災指針と新安全基準のパブコメ、かかってますが、私の感想なんですけど、まず防災指針ですね、今の防災指針はもう被爆を前提する指針になっているというふうに思ってます、うん、それから、まあ、新安全基準の方ですね、こちらに関しては、まあ、原発を 再稼働させることを前提とした基準として作られているというふうに思ってます、うん、で、これらを作っている、まあ、規制委員会も含めた、規制庁ですねは、明らかに僕は推進するための機関というふうに考えております、うん、どういうパブコメでいきますか、はい、あいうえお作文が、であ本当だ、ま先ほど私も自宅でずっと放送を見ていて、はい、責任取れるのかって話があったので、はい、産業で規制委員責任取れなきゃいりません、イエーイ、きれいきれい素晴らしい、はい、誰も多分絶対責任取れない中で無責任に決められているというのが、うん、まあ、まさに実態だと思いますので、うん、本当にですね、一度規制委員会の映像を見てください、びっくりしちゃうぐらい、そうだね、無責任っていうか、もう会議 の時間内に全て議題を終わらせるので、うん、まあ簡単にコメントをして終わっていくと、あなたたちが話している内容はそんなに簡単な内容ではなくて、僕らの国民の本当に命に関わる、問題を話しているんだから、うん、もっと真剣に話をしてくれというふうに私はいつも映像を見てそういうふうに思うんですね、うん、で、まあ、そういう意味では今回のパブコメも重要ですし、うん、まあ、規制庁前抗議とか、うん、まあ、とにかく僕らが規制委員会というものを監視して、声を上げ続けなければ本当に、原発が再稼働して、うん、また福島と同じようなことが起きてしまって、大量の被爆をする人が出てくるというようなことは、まあ、絶対避けなければいけないと思いますので、うんうん、皆さん頑張ってパブコメ書きましょう。本当にね、なんかその7月稼働はないよとか何月はないよとかあるよとかっていろいろ言ってる新聞に書かれたりとかしますけど、確実にこういうものを通していったらその何月とかじゃなくて確実に再稼働しますよ
本当に。だからそれを止めるしかなくて、そのためにはまずは今、ね、再稼働の猶予期間っていうのが、そうそう、うん、これは絶対にあってはならないはずですね。そう、うん、絶対ダメですから、ここはまず今はできるのはパブコメを書いて、多くのできるだけ多くの人が書くっていうところを今まさにやんなきゃいけないっていう感じなので、もう何月じゃないですよ、もういつか絶対これそのまま通っちゃったら行きますからね、再稼働。そうですね、うん、私は本当に政治的な動きも見ていると、もう完全に7月のその新しくできる新安全基準をもとに、まあ、4月以降に再稼働することを、うん、まあこの国のその、まあ、いわゆる原子力村の人たちは考えているんじゃないかなと思ってるんですね、うんうん、ですから本当に今回のそのパブコミは非常に重要なので、うん、まあ、ちょっと難しいとは思いますけど、うん、分かる範囲で構わないと思うんですね。で先ほど斉藤さんがおっしゃってましたけど、数が重要だと思います。そう、まずだそう、収まる時に多分その反対意見がどのぐらいあってっていうふうに見ると思うんですね、うん、でやっぱりその、分かる範囲で結構ですから、まあ、そもそも原発いらない、うん、なんで今稼働前提としてのような基準を作ってるんだみたいなことでもいいと思うんですね、うんうん、でそういう声を届けることが重要だと思います、うん、とにかく届ける、見せる、うん、規制庁の前で抗議する、そうだ、そういうことが、でたまにはテントにあ、いやいや、みんなきっとテントの方に寄ってる方が多いですよ。テントもピンチであります。そっちの方が多いと思うね。テントもですね、はい、あ、そうそう、ピンチであります、ね、ピンチ、ピンチ、まあ、とにかくね、いろんなところでみんなもう限られた数でちょっとなんか回ってる感じだから、みんなあちこちね、みんな出てきて、そろそろ暖かくなるからみたいなね、はい、いろんなところに来て、まずはでも家でね、ぬくぬくしながらでもいいですから、パブコメ書こうよみたいなね、書いて出そうみたいなね感じですので、徳さんありがとうございます。ちょっと時間もっといっぱい話してほしいんですけど、9時まで行かなきゃいけないってことはちょっとやばいですよね。はい、じゃあ頑張ってください、風邪ひかないように。はい、じゃあまたゆっくり来てください。ありがとうございます。じゃあこの規制委員責任取れなきゃいりませんも貼っておきましょう。はい、美しく、はい、徳さんありがとうございます。書いた？書いた？はい、じゃあこっち側から、はい、ということで、はい、やっと女性が登場皆さんお待たせみたいなね、ちゃんとね、先ほど斉藤さんなんか女性が多くて頑張ってるということだったんですが、今日この神楽坂スタジオは男性率高しみたいなね、なんかそうだからすごいね、そうお見せしたいぐらいですけど、もうムンムンみたいな感じなんですが、はい、ということで今度はですね、フクロウの会の、あ、福島老朽原発を考える会の小野寺さんが来てくれてますということで、よろしくお願いします、はい、ね、もちろん六本木の講義にもね、来れるときは来てくれたりとか、あとあんまり行けてないですけどね、いやいや、でもやっぱりね、仕事が多い、皆さん仕事の人が多いからね、なかなかそんなには来れないんですけど、でも政府交渉とかにも来てくれていて、もうバリバリずっとやってるもんねということで、なんかこういきなり行く、それともなんか本当、まずはすごい話していただいたので、いやいやいや、じゃあまずはこれを魚にいきますか。はい、はい、あ、じゃあちょっと読むだけ、はいまあ、上の3つはもう当たり前というか、うん、まずは当事者の声をちゃんと聞いてください、うん、そうだっていうことと、あとシミュレーションだけで決めないでください、うん、で、事実に基づいた計画をってことで、うん、これはちゃんと福井知事公を踏まえ、そっちの検証をちゃんとできてからじゃないと、こういった防災指針とか安全、うん、基準っていうのは絶対決められないと思うので、うん、そこをやってほしいってことなんですけど、うん、で、ま、あと今回一番強調したいのは最後のポチのとこなんですけど、うん、はい、まあ、その事故前まではやっぱりこう当たり前に電気だとかいろんなものをこう享受してやってきて、うん、当たり前のように思ってたんですけど、やっぱ事故が起こってみてこういった危険が、うん、まあ、見えてなかったんですけど、見えたってことで、これからはやっぱり
この問題にきちんと向き合っていかないといけないというか、事故前まではそれで何も分からなくて、うんうん、で許されたかもしれないですけど、もう事故は起こってしまって、これだけいろんな事実が明らかになって、だからそれをまあ、忙しいからとか言って、うん、声を上げなかったら、今度はこう未来の子どもたちとか、うん、まあ、本当全世界の人に対してもやっぱり影響があるわけなので、うん、まあ、罪になるんじゃないかなって考えて、うんうん、ここをまあ特に強調して、うん、今回は強調したいなと思います、うん、そうだね。これは本当に別にその規制庁の人たちだけじゃなくて、もちろん彼らとかにはこれは分かってほしいし、そして私たちね、うん、一人一人ができることから、とにかく無関心でいることが一番いかんなというのはつくづく思うし、疲れる時もあると思うんですけど、できることはね、もちろん政府とか関係者の人とかに対してはすごいやっぱり、うん、いやだなっていう気持ちはあるんですけど、うん、でも私たち自身がやっぱきちんと、うん、それをこう今まで、うん、言ってこなかったからいいようにこう基準が作られて、うん、事故にまで至ってしまったので、やっぱそうさせないためにはすごい難しいんですよ、やっぱりずっとやってても なんか、うん、なかなかこう頭に入らなかったりとか難しいんですけど、うん、でもなんか一つ一つ まあ、関わっていくうちに、うん、分かっていくところもあるし、うん、で難しいからって言ってやんなかったら、もう次事故が起きたらそれはもう私たちの責任じゃないですか、うん、って思うので、うん、そう一つでもいいから、うん、声を上げてほしいなと思います。もう本当にその通りですね、皆さん同意ということで、この会場にいる人たちみんなうんうんと大きくうなずいてますが、本当にそうですよね。うん、いやもうすいません、私はもうね、本当にさっき長谷川さんが避難してる長谷川さんも言ってたけど、やっぱり未来の人たち、子どものこと、未来の人たちのことを考えるのが大人ですと。でそれができてない人たちは大人じゃないと。でだからそのちゃんと大人のちゃんと未来のことを考える子どもたちのことを大事にするという、まあ、大人が英知を集めて変えていきましょうっていうふうに言ってたけど、本当に頭がいいとかね、勉強ができるとかじゃなくて、やっぱり何が大切なのか、そして未来に何を残さなきゃいけないのかっていうのをちゃんと考えていただければなというふうに思いますので、きっとこれをね見てくれてる人たちはパブコメ書くぞとかもう書いたぞっていう人たちなので大丈夫だと思うんですが、きっとその周りにね忙しいからっていう人たくさんいると思うので、ぜひともそういう人に声をかけてほしいよね。だから難しい資料とか1から10まで全部読まなきゃいけないってことはもうないので、このFTV 見てくれればなんかいくつか出てくるのでみたいな。そして先ほど藤田ほなみさんが作ってくれた資料も後でアップしたいと思いますので、なんか自分が感じたことをね、こういうことだよね、本当に当事者の声聞いてないんだよっていうのを、あそうだな、それじゃ全然ダメじゃないかと思ったらそれを書いてもらいたいし、でなんか全然ダメダメのシミュレーションで、さっき菅波さんも言ってたけど、そもそも前提でね、なんかそういうものを国がなんか定めきちんと定めなさいとかっていうこと自体が現実的には無理だっちゅう話だし、そういうこともいっぱいそうかそうかと思ったらぜひ書いていただきたいなと思いますよね。なんかこう御用学者っていうか、うん、その学者とかがこう日々こう出てきて、うん、すごいなんかこうもっともらしいような難しい言葉を使って言うから、うん、まあなんか事故は起こっちゃったけど、うん、これからはきちんとやってくれるのかなってこういうふうに思ってる人もいるかもしれないですけど、やっぱ後藤さんの昨日話とか聞いて、ちゃんとしたそういう原子炉の中身をきちんと知ってる人が、まあ、あれは全然あの事故っていうのは運が良かったぐらいだよっていうようなことをおっしゃってて、もっとひどい事故はもう全然起こりうるっていうことを、うんうん、そういうことが分かってるので、うん、まあ、ぜひ皆さんも、うん、まあ、まずは声を上げることなんですけど、まあ、規制委員会との交渉とかも来ていただくと、うん、意外になんか言ってることは難しいんですけど、雰囲気がすごい盛り上がってて、うんうんうん、
まあ、楽しいってあれいいですね、楽しくやらないとみたいなね、うん、はい、ぜひなんか参加してほしいと思います、うん、そうですね、ぜひぜひいろんなものに参加してっていう感じだよね、うん、そう、あ、はい、わかりましたということで、あ、いいよ、まだまだ全然、そしてじゃあついでにこれをあの案内しましょうかみたいな感じで、上が防災指針ですね、原子力災害対策指針についてはこのファックス番号03-5114-2183です。そして新安全基準は2つありまして、設計基準とシビアアクシデントっていうのが丸1ってなってるんですが、そちらの送り先はファックスが03-5114までは同じだね、2177ですね。そして新安全基準の丸2っていうのが地震津波なんですが、こちらに関する方のファックスは、はい、03-5114-2182ですね、はい、だからね、ただし、はい、書式がありますので、はい、皆さん避難の権利ブログの上から2つ目の記事に、はい、規制委員会のウェブのリンクが貼っていますので、はい、インターネットを使っている方はそちらを見て書式をダウンロードしてから、それを使ってください。はい、わかりました。じゃあまずは郵送とかファックスする人もその用紙をダウンロードしなきゃいけないのかしら。はい、郵送とファックスの場合は、うん、書式をダウンロードしてそれに書くと。で、オンラインでも提出できます。うん、オンラインで、うん、出す場合はその原子力規制委員会のページから、うん、そのオンラインのフォームに飛べますので、うん、そこに書き込んで、うん、オンライン上で出す。ただしその場合、ですね、何でしょうか、あらかじめワードとかで、コメントを作ってから貼り付けた方が安全は安全です。途中でなんか フリーズしちゃったりとかで、うん、せっかく書いたものが途中でパンになる可能性もありますので、うん、あらかじめ作ったものを貼り付けるのが安全かもしれません、うん、そしてここに送ってねっていうのは、これはうちのここの番号ですね。はい、コピーをって四角で書いたのは、これはこの神楽坂スタジオがある、ね、はい、エアーの、はい、ファックス機で、よろしければ、はい、コメントをシェアしていただければ、はい、みんなと共有したいと思います。はい、ブログかなんかに載せていこうかなと思ってるんです。はい、なかなか追いついていませんが、追いついてないんですけどもね、はい、追いつかないくらいいっぱいみんな書いていっぱいこっちに送ってぐらいだね。わー、追いつかないみたいなそれくらいの感じで、03-5225-7214が、もし送ったよっていうお知らせで、コピーを送ってくれたらっていうやつですね。はい、はい、ただしこっちのコピーはまあ、正直どうでもいいので、必ずここ、ね、資格が囲っていない方ですね、はい、原子力規制委員会の方に必ず忘れずに、はい、こちらに送っていただいて も、ね、それはお米出したことにはなりませんので、そうそう、ご注意ください。はい、でちなみにふと思ったんだけど、ウェブ見れない人は用紙のダウンロードもできないの？用紙手に入れられないの？ねえ、だからひどいよね。うん、親切だね。いや、なんかちょっとそこも書いちゃおうみたいな一つ書くぞみたいな感じで、だってね、そんなウェブない人とかいっぱいいるし、そしてほらプリンターない人だって結構いたりするから、うん、それはダメだね。はい、じゃあ小野寺さん、ちょっとまた今度ゆっくり、なんとなくなんだかんだ言って結構時間がね来たからねみたいな感じで、ケロジー書いた？書かないの？あ、本当？あ、そっかそっか。あ、書いた？じゃあちょ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 、はいはい、わー、みんな、はい、どうぞ。はい、ということで、じゃーん、皆さん、FFTV ファンの皆さん喜んでくださいみたいなということで、福島老朽原発を考える会の、萩原さんです。萩原さん、わー、拍手で、実はFFTV でいつも地道に画面切り替えをやってくれてるんですよね。そうですね、はい、ほとんど映ることのない地味なところで、いつもありがとうございます。あ、ほぼ初登場ですね。はい、ということで今作業しながらもちゃんと書いてくれましたということで、はい、じゃあ行きましょうか。ちょっと待って、ね、はい、どうぞ。はい、まず規制庁は仕事しろと、でどういう意味かと言うと、うん、筋を通した規制を行いということですね。そうだ。で、まあ
いろいろ内容的には難しいものが入ってくるとは思うんですけど、あのその規制をきちんと筋を通せと、うん、で、キーワードで言うと、うん、まずバックフィットっていうのが挙げられると思いますね、うん、でバックフィットを徹底させるというのはまず大井原発を止めろと、うん、というのはまあ基準を作ってない状態ですから、まず止めた上で、うん、それから、まあ、例えば活断層、まあ、活断層以外にもいろいろな問題とかあると思うんですけど、うん、例えば活断層でしたら活断層はそれから、うん、まあ調べればいいんですけど、うん、現状ではあの動かしたまま調べてるんですよね、うんうんうん、それがおかしいと、で全然筋が通ってないっていうのが問題だと思います。そうだ、それからちょっとここに書いてなかったですけど、あのさっき坂上さん言ったあの猶予期間を設ける、うん、つまり規制を、これから作ってその規制の内容を適用しないで原発を動かしてもいいということをやろうとしてるんですよね、うん、それはもう論外だと思いますね、うんうん、できちんと筋を通して規制を、うん、規制の内容を作ったら、うん、それを適用するという、うん、そういう筋を通せというのを言いたいですね、はい、はい、全くその通りですね、はい、そうだ規制になってないぞ、誰を規制してるんだみたいなね、はい、いうところですよね、はい、そうだ、うん、それで、下はついでというか、はい、パブコメには書かない内容で、うん、視聴者の皆さんに、はい、ということで、パブコメには何でも書こうと、うん、で、パブコメにどういった内容のものが必要かというと、まあ、論理、思い、数って書いてるんですけど、うん、まあ、どれも重要だと思うんですよね、うん、で、まず論理とか技術的な内容とかを、まあ、何ですかね、規制庁の側が出してきたもののおかしい点を厳しく、それからまあ場合によっては細かいところも含めてついていくっていうことも必要だし、それからやっぱり思いですね、特にやっぱり今日長谷川さんが来たような福島で被害に遭ったような人の思いっていうのは特に強いですし、それからそれ以外の人も子供を持ってる人だったらこれから被害者になるかもしれないわけで、それはもう原発反対だという思いを伝えればいいと思いますし、それにやっぱり数ですよね、数も大事、全部大事だと思います。でどんどん書いて、僕はもう何通も書きたいと思います。これからまあ数をこれから防災写真もこれから数を防災写真もこれから本当よかった明日私もなの頑張ろうねみたいなね、そうですね、はい、おお、ありがとうございます。なんかいい話さなくてみたいなそうですね、うん、これのことじゃないですけど、うん、FFTV で、うん、まあ、毎回、そう、ね、裏方をやってますんで、思い入れもありまして、ね、で内容がすごい、なんていうんですかね、素晴らしい内容をやってるんで、なんとかたくさんの、うん、人たちに、見て聞いてもらいたいと思ってます。皆さん拡散よろしく小さな声で言ってみたみたいなね、はい、ありがとうございます。はい、またぼちぼち出てねちょくちょく出てねみたいな、はい、キャラジオ終わった、いいよ2つでも、うん、実はあと12分ってすごいね、持たないと思ったら全然持ってるね、はい、あ、もしかして大変来るの大丈夫、はい、そう、はい、ハギちゃんがねできるから大丈夫、はい、はい、はい、マイクこちらです、はい、今日ですねケロジー、昨日見てた方、ワークショップ見てた方ご存知だと思うんですけど、昨日ツイキャスやってくれてね、全国に広めてくれて、このパブコメをみんなに広げようみたいな、でなんとかやろうよっていうことで、今日のねこの7時間スペシャルもきっかけはケロジーの一言。あ、そうなの？そうだよ。嘘。そうだよ。まさか。本当だよ。そんなバカな。そしてなんかこう、じゃあ8時間スペシャルやっちゃうみたいな。俺言っちまった、そんなこと。うん、そこまで言ってなくて、 それを受けた水田さんが8時間って言ってええー、って。それ悪乗りされたって話でしょ。うん、本気本気真剣。 それで値切って7時間になったの。いや、そう、そうだよ、ほらメールに返ってきたじゃんみたいな。いや、だからさ、なんかあれ
なんかすごいことに言ってるなと思ったんで、うん、これは俺やっぱり行かないとまずいだろうって言っちゃったからには手伝いに行ってて今日わざわざ来てくれました。ありがとうございます、はいはい、で今日カメラやってくれてたんですが、はい、じゃあこれどうぞ、ね、はい、あのね、いろいろ言いたいこといっぱいあるんだよね、うん、でうね、まずね、うん、この防災指針のことちょっとこれ書いたんですよ、はい、防災指針の話なんですけども、防災指針云々言う前にだってね、よく考えてみて、全国に原発事故が分かっ、あの放射能出たよって分かるためのモニタリングポストいくつあるんですか。いくつないよそんな。そうだよね、分かんないのよはっきり言って、うん、あのインターネットでさ、モニタリングポストをあの事故の後一生懸命探して、うわここの数字も、あここも消えてる、ここも消えてるなんてパニックになって僕らはやってたわけですけども、うんうん、あの時思ったんですけどね、ないんですよ、うん、モニタリングポストがないの。ほんで今度ほら、PM2.5 であれがあの中国からいらっしゃいました、ね、これを慌てて対応しなきゃいけません、うん、あいつだったら1600箇所モニタリングポスト作りましょうなんて、いきなり言うわけでしょ。すごい対応早い、そっちは対応早いわけでしょ、うん、で何2年経ってもモニタリングポストなんてどうですか。ないですよ、うんうんうん、原発を取り囲むようにもうやっぱし16箇所原発の周りに16箇所とか36箇所とか、うん、まあそれ幾重にもこう欲しいですよね、うんうん、でそれすらないんですよ、うん、それでてね、防災だって、うん、ありえないでしょ。そうだ、だって目も耳もない状態でしょ、うん、要するにモニタリングポストがないというのは。それでて、防災とかってな、何がどこであのその20マイクロを調べるんですかって、うん、ね、風があっち吹いたりこっち吹いたりするわけですから、うん、その時の全てに対応できるようにモニタリングポストをもう縦横無尽に貼っつけとく、うん、それこそね、気象庁のアメダスありますよね、うんうん、アメダスみたいにモニタリングポストやってくださいよって話なんですよ、うん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 、それなくして防災語ることできます、うんうんうん、それもう机上論にしかなんないわけでしょ、もうその時点で、うん、なので原発事故を知るための環境を整えてからものを言えということですね。 それからね、やっぱさっきからまあ話も出てますけども、現場で何が起きてどういう形で人々は避難してったのかね、うん、あのねこれ本当ひどい話でさ、あの福井市の事故があって最初に逃げたのは、すごい音してますね。あ、これ水道橋のとこで、はい、野球でね、はいはいはい、最初に逃げたのほら東電社員とかでしょ。そうそう、ね、で、うん、東電社員も逃げました。で、現場の記者連中も逃げました、うん、はい、それから保安員のも逃げました。で逃げる前にみんなそれぞれに人の付き合いがあって周りに福島の県民がいたはずなんだよね、うん、ところが全然それ、あ、俺も逃げるからさ、お前逃げないってやらなかったわけでしょ、あの人たち、うんうんうん、ね、新聞記者含めてそれまでインタビューしていろんなおじいちゃんおばあちゃんに話を聞いてました、ね、で自分のところに逃げろ避難しろっていうメールが入りました。それ内緒にして逃げちゃったわけでしょ、ね、そういうふうなことが起きてたわけだよね、うんうん、現場では。でつまり何かというと、それに、情報が平等に流れなかった、うん、で今回何か、うん、ね、また防災逃げるためのいろんなことを考えてるわけでしょうけども、うん、その中でそうすると例えば本当に事故が起きて、大変なことになった時に電話は通じません、うん、ね、でテレビもダメだったりします、うんうん、でその時に情報を持つ人どういう人だと思います。わかんない、情報を持つ人はね、うん、やっぱ公共機関の、うん、業務無線持ってる人たちなんですよね、分かっちゃうのは、うん、それ以外の人たちわかんないんですよ、うん、知りようがないんですよ、うん、ね、そういうふうなことが起きる。でじゃあこの先例えばまあこういう防災指針やなんかをねやってった時に一番最初やっぱ問題になってくるのはどう知らせるのかなんだと思うのよ、うん、そこんとこの議論も何もなしに
なんだか知んないけどシミュレーション一生懸命、まあスーパーコンピューター使ってさ、無駄なシミュレーションやってるわけでしょ、うん、略多奪だったしね、うんうん、ほんでそんなもんでこうやってパブコメ出そうなんてバカじゃねえのと言いたくなるわけですよ僕は。そうだみんなだ、ね、うん、そういう話だと思います、うん、はい。それから新安全基準やなんかですよね、うんうん、あ、まあ防災も含めてなんだけども、うん、結局ほら、20マイクロ、さっきからも話出てるけども、うん、20マイクロなりましたから、じゃあ皆さん逃げましょうねって、うん、それはお花見でほら上野の山の桜が咲いたからみんなお花見に行きましょうねって、そのぐらいなんか能天気な話でしょ、うん、ほのぼのしてるような話ですよね、はっきり言ってそうですよ、うん、あの実際あの時何が起きてたのか見てた人は分かるけれども、一瞬で例えば東海村のモニタリングポストあたりが2桁数字上がったんだよね、10分間ぐらいの間にね、とんでもないことが起きてたんですよ、うん、でそれを踏まえてないの、あの科学者たちはと言いたくなるわけですよ、うんうん、そういうことをちゃんとやっぱやってほしいですよね、うん、で新基準の方だって結局何ですか、あのまずさっきテロの話がちょっと出てたからテロの話言うと、うん、もう今回のあの事故で、要は電源が全部ダメになったらばやばいことになるぜってのは見えちゃったわけでしょ、うんうん、で二回線今度作るからいいやなんて、うん、で二回線とも電源飛んだらばアウトなわけでしょ、うん、でそれテロの話で持ち帰っていけば、うん、じゃあとにかく原発を孤立化させればどうにかなるぞという話になるわけじゃない、うん、でただそれ対策するのにさ、うん、じゃあ送電線周り自衛隊配付けるそういう話でしょ、ね、だってそうだよ、ね、じゃあ原発へ向かってる道路、うん、これ完全にあのやつらに占拠されないためにあの自衛隊貼り付ける、うんうん、本当にね考えていくとね、あの原発のと原発は自衛隊と組にしないといけないみたいな、うんうんうん、パック3置かないといけないみたいな感じになっちゃうんですよ、うん、いやそうでしょ、うん、でそれだけじゃなくてそこに電源こう送ってる山の中の送電線、うん、全部警備ですよ、うん、そうですよね、うん、そこどうやられたらアウトなんだ、うん、でしょ、そんなことなしのなんかテロ対策で飛行機飛んできたらどうなって、それ 9.11 だよ、うん、9.11 と同じことやりますかね、うん、やらないよね、うん、ともう一個あるよね、もっとなんか違うことしちゃうかも、うん、あとは内部からっていうのがありますよね、うん、テロで今どうですか福島の作業員、うん、誰だか分かんないんだもん、誰だか分かんないんでって、ね、えそれでテロ対策、うん、間違ってないふざけてないそうダメだよそれ結構漫画、うんうん、もうなんか本当にどこも漫画チック漫画だよね、うん、大人が考えてる話じゃないよね、そう昨日後藤さんも確か言ってたような気がするけど、うん、漫画の世界でしょだっていう話でね、うん、なんだよ本当そうだと思うんで、みんなやっぱ騙されちゃってるのがさ、うん、内部被曝とか言ってるじゃない、うん、内部被曝っていうのは要するに物を食べます、うん、でそれに、ね、よくお腹の中でこう放射能がうん、で被爆しちゃうよとパチパチしちゃうよっていうことなんだけども、普通例えば食べ物を食べるとか薬を飲むとか言うでしょ、で放射能はまあ毒だから薬物と同じようなことで考えていいと思うんだけど、毒ですよね、人の口に入るものでそういうものっていうのは例えば薬だったらば大変ですよね、ね、うん、臨床試験とかやって、うん、安全性を確かめて、うん、その上でこの薬は安全ですと言いますわね、うん、ところが放射能の場合はあの内部被曝、あ大丈夫です安全です問題ないですって言うけど、うん、じゃああんたらねそれ人間で臨床試験やったのって話なんですよ、うんうん、臨床試験も何もしてない、じゃあマウスでやったのかって、うん、マウスに内部被曝バンバンこうさせてねやりましたか、じゃあチンパンジーやりましたか、人間でやりましたか、ってやってないでしょ、どこが安全なんです、うん、ね、そういう話でしょ、違う、そう俺間違ってない、うん、間違ってない、間違ってないよね、お口にするものだから、うん、お口に入れちゃうものだから、そうそう、うん、うんちにして出しちゃうもんだから、そうそう、ね、出ないんだよね、うん、そう出りゃいいけどね、だから出る量もちゃんとやれっていうのね、そう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 、毎日毎日例えば10ベクレルまで OK みたいな話してるわけじゃないですか、うん、っていうか今の安全基準だと
そんな感じになっちゃいますよね、うん、こないだちょっと計算してみたけども、あの、100ベクレルの例えば1キロ100ベクレルのお米を、うん、毎日3膳食べたらば、うん、20ベクレルぐらいの被爆しちゃうわけですよ、楽に。25ベクレルぐらいかな、うん、それだけで、うん、食べ盛りだったら、うん、なっちゃうね楽勝。いや3膳ですってば、ね、ダメで、あの1膳は 0.5 合ですからいい、それ出てね、行っちゃうわけですよ、うん、それおかずダメですよ、食べちゃう、それ、うん、ね、ご飯だけでね、三膳だけでっていうね、そういう話なんですよ。それを毎日続けた臨床試験をした上で安全だと言ってるんですかって、うん、そう思いませんか。思いますね、僕すごい疑問だと思ったんですよね、うんうん、だから今回もその防災指針の中にちょっとそのね、事故が起こった後のね、うん、その1週間以内だかの時に食べ物を測ってね、これくらいの空間線量出たら食べ物を測って、あのこれくらい の数値が出たらね制限出しますよみたいなことを、まあ、今年やかに書いてるけど、ふざけるなと、うん、そんなものをね食べさせるなというところにそもそも行くので、やっぱりね、あの根本のところを皆さん、書いていただいていいのかなというふうに思いますけどね。だってね、ダメダメ、本当機上論すぎるんだよ、うん、そう、ひどすぎ、 あまりにもね、機上論というよりもね妄想に近い、うん、なんかオタクの妄想、うん、オタクの妄想だってもう少しマシだと思うよ。そうだよ、でしょ、うん、愛があるもの、愛があるものね、うん、オタクの妄想にはね。でただ単純になんかお金をさもらいたくて1800万もらうために、うん、まあ一家とりあえず俺その立場になっちゃったから一応考えとく考えの、うん、帰っとくかなんていう感じだから、感じのノリだと思うのよ。あの、うん、ほらさっき徳さんが言ってたけども、その会議のさ、その進め方だってさ、そう、恥ずかしくないのか、本当にひどいと思うよ、うん、あんなんでさ1800万もらっちゃうわけ。そうなんですよ、それで OK なわけ、あの人たちね。だから、ね、そう、残念、どんだけひどい人間性なんですか、聞いたよね、はっきり言って。そうなの、だからね、ぜひね、その普通に生活している私たちがそういう人たちとね同じレベルで考えるのじゃなくって、うん、その経済がね、あのダメになっちゃうからとかっていう、そんなことにあの騙されるなと、騙されるな、そしてそんなことでいいんですかっていうところも言いたいし、そう、僕一つ福島の人に言いたいの、はい、一つあるのね、これ、はい、というのはね、福島でさっきほら安全安全って話しか聞けませんっていう話がありましたけども、うんうんうん、そしたらちゃんと聞いてほしいんですよ、うん、あの安全安全っていう人にこそ聞いてほしいことが一つあります。これはその安全って言ってるのはどなたが責任持ってどなたがどういうふうに担保してくれるんですかって、うん、そうだ、それを聞いてほしいんです、うん、でそれでちゃんと答えて僕が腹を切りますとかね、うん、松代まで責任取りますとか、ね、責任取りますとか、うん、ええ、うん、あの最低でも、うん、あのおいらここ腹かっさばいてここで責任取って死にますから、うん、その上みんなで踏んづけていいですとか、うん、言うくらい本気で責任取るよみたいな、うん、最低限ですよそれ、うん、そう、で本当のこと言ったらちゃんとね、うん、金でも何でも持ってこいって話ですよね、うん、そうだ、うん、俺の孫どうしてくれんだ、うん、ね、そう、娘どうしてくれんだ、そういう話でしょ。だから本当ね、お人よしやってちゃダメです、うん、あの安全って言ったらば、うん、あ、担保していただけるんですか、うん、責任取っていた、どんな形で責任取っていただけるんですか、ちゃんと聞きましょう、うん、これがすごい僕大事だと思うんですね、うん、声をね、その声を上げてほしいね。そう、さっき青木さんも言ってたけど、うん、なかなかね本当に難しいとは思うんだけど、いい人やってたらばつけ込まれるだけなんですよ。そうなの、あの、うん、いい人やってたらば本当つけ込まれるだけ、うん、あの人たちはそう、うん、そう、逆言うといい人だからこそつけ込んでます今、うん、そうだね、そう、そこをしっかり理解しないと福島の人たちね、俺あの福島県人じゃないですよ、生まれ僕茨城なんです、でもおばとか福島の四つ倉だったりしたわけですよ、うんうん、だからね、うん、分かるんです、福島の人たちいい人だからいい人でしょ、うん、だって結構、うん、まあそこはねってね、結構納得しちゃったりさ、まあ、そこはなんとかしてあげようよと思っちゃったりさ、うん、福島の人ってそうじゃん、だそこにつけ込まれてるから俺頭くんですよ、うん、つけ込んでると見えるから、だからほんとね、いい人やってる、いい人なんだからそこんとこつけ込まれないように本当にギシッと言うことは言う、うん、そう言ってほしいなって気がします、ね、うん、きっとあの
復路の会とか FOE ジャパンでその福島市の渡里地区にね、ずっと行っていて、で最近そのポカポカとかもやってて、伊達市とか伊達郡とかの人たちとも、青木さんもこの間会ってきたけど、会っててやっぱりそのそういう中でも頑張っている人たちはたくさん、数はその全体に見れば少ないけど、いるので誰一人としても声を上げてないわけではないので、ぜひそのつながっていこうと思っていただければ必ずすぐに頑張っているお母さんとかいますので、ぜひぜひそういう人たちとつながっていけば、そこの中だけでも声を出していけるようになって、そしたらやがてその、福島には住んでないけど私たちは本当にその同じどうしていこうっていうのはみんな思っているからずっと活動を続けていると思うので、そういう人たちともつながっていくと思うので、ぜひね声を上げてほしいですよ。一人でその県庁前に行ってわーってやるのは大変だと思うんですけど、必ず何かをやっている人たち、その県とかに向かってわーって言ってるんじゃなくて、その自分たちが生活するのになんとかその安全な食材を集めたりとか測ったりとかっていうことを地道にやってる人たちはたくさんいるので、そういう人たちからでもとにかくつながっていけばみんなにつながっていくと思うので、本当に声を上げてほしいし、でやっぱりそのパブコメもね、声上げなきゃダメなんだよね。そうやっぱり声かけてほしいと思う。やっぱさ、あの人たちね、多分ね、見てられたら困るけどさ、内緒の話ね、いいの内緒の話して、内緒だけど、要はやっぱあの人たちはこんだけちょっとハードル高くしてあるから、そんなパブコメ来ねえよなって思ってると思うんですよ。ああそうね、で多分まあこんな書くよ、ほら出すよ、期限中やってるのなんか母ちゃんたちなんだからさみたいなさ、ね、なわけわかんない母ちゃんたちに書けねえよこれって、やってると思うんですよ。だから逆に書いちまった方がいいと思うんですよ。書こう書こうぜ、みんなもう1行でも2行でも目いっぱい何枚でもみたいな感じで、ね、今ここでいろんな話いっぱい出てたじゃないですか、小難しいこと書かなくたって、やっぱり自分たちの意見で、あるいは自分たちの感性で感じたこと、思いの部分ね。だってあの人たちはっきり言って妄想だもん、規制庁、規制委員会、偉そうな学者さんたちだけど結局やってること妄想ですよ、ね、それに対してやっぱ現実に怖い思いしてきてんだからさ、きっちり書きましょうよ。そう、みんな書こう。背中じゃないよ、頭じゃないよ。そう、パブコメだよみたいなね。そう、パブコメみたいな。そう、パブコメ、パブコメだよ。そう、パブコメ書こうっていうやつですね。す妻書いちゃいましたけどね。はい、ありがとうございます。ちょっとね。こんなでよかったですかね。よかったよかった。よろしい、ありがとう。足痛いのにごめんね、ありがとう。ということで、僕プレイして。ありがとうございます。ちょっと、私全然書いてないごめんねみたいな、でも今日書くからみんなみたいな、ということで、もう一回これ出そうか。はい、これでみんな、産業パブコメは終わったかな。はい、三田さんと坂上さんと堀田さんが書いてないねみたいな感じだけど、まあそれは許してみたいな感じで、これね、ぜひ、書式がありますので、原子力規制委員会の、そろそろ締めなんで三田さんに登場していただきつつ、原子力規制委員会のホームページに、トップページの左下真ん中くらいか、右下くらいにパブリックコメント一覧というところがありますので、そこをクリックしていただくと、まずその原子力災害対策指針で、なんかどれだか分かんなかったら2月12日締め切りって書いてあるやつ、ね、2月12日までっていうふうに書いてあるやつが、その防災指針といってるやつですね。事故が起こっちゃったら逃げなきゃねみたいなやつですので、こちらはもう2月12日が締め切りですので、ぜひそこから書式をダウンロードしたり、まあ、直接それを、ウェブで送る人は書いていただいてもいいんですが、書いていただいたら、ウェブだったらまだ間に合いますもんね。郵送はちょっと厳しいので、はいはい、手書きをされた方はファックスで送ってください。こちらが防災安全なんだっけ、防災課で035114、035114までは一緒ですね、みんな。で、2183が防災指針です。これをまず書こうぜ。これちょっとややこしいから。これはじゃあ見ないでみたいなね。そうだね。ということで、まず今日まだ全然書いてない人はまずこちらを書きましょう。こっちの方が割と書きやすいね。
ね、はい、はい、書きやすいです、書きやすい、書きやすい、ここね、はい、切り替えましょう、切り替えます、はい、切り替えてもらいます、はい、で、書きやすいので、まあ、どちらにも共通してますけど、まず福島のね、人の声をきちんと聞けと、うんうん、あとは防災指針については、その住民のね、あの原発立地の住民の方とか、まあ、30キロよりも、まあ、あの避難する可能性は出てくるっていうことが書かれてますので、うん、その近くに住んでる人たちの住民にきちんと説明会をして、それからやれというようなことも書けますね、はい、原子力規制委員会で検索して、はい、これがトップページですね、避難の権利ブログからダイレクトにもう行けちゃうからね、パブコメのそのサイトに飛ぶようにしているので、はい、そうだね、避難の権利ブログの、方を見てもらえればページからの方が分かりやすいと思います、パブコメって書いてあるもんね、うん、はい、パブコメ出そうみたいなね、いや、はい、せっかく出したのですみません、はいはい、まあ、せっかくだからここねみたいな感じで一番今上に出てね、行政手続き法に基づく意見公募についての方ですね、これが原子力対策室ですね、その下に、はい、その他のところに、はい、はい、これが新安全基準の上ですね、2月28日までっていうやつ、こっちが原子力災害対策室、はい、で新安全基準の方はまだ2月28日までなんですけど、今日の見たりとかですねしていただいて書けるわと思った方はですね、バン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 出していただきたいと思いますので、ぜひ書いていただければと思います。で、新安全基準は、こちら見てホームページとか見ていただければ分かるんですけど、2つに分かれてて、係が違うからということなんですね、ということですね、部署が違う、部署が違うからなんて縦割りなんですか、てかこれ別々にその募集するのもすごく実は変な話なんです、うん、新安全基準って一つものを議論しているはずなのに、うん、今別々の検討チームで別々の案を作って別々に論じているって、これは本当におかしな話で、うん、相互に関係するような話なのに、うん、というところからして変なんですが、まあ、そういうのも含めてっていうことですね、うん、変えちゃってもいいね、はい、いいところいただきました、はい、原発反対とかいう意見があったら、うん、参加者をそれぞれに同じ内容の送るとかいう、そもそも論全部ね、そもそも論のところはどこに書いてもいいよっていうことですね、はい、防災指針にも書いていいし、新安全基準の1、2両方に、そういっぱい書いちゃえ、ね、サンド美味しい、そう書いちゃえっていうことでね、そもそもこんなことでね、ダメだろうっていうこととか、これを突き詰めていったら原発はやめてくれ、廃炉のための、ね、防災指針であったり基準を作ってくれみたいなことでもいいですよね、そうですね、はい、そうだ、はい、ということで、新安全基準は、設計基準とシビアアクシデント、今回の福島のような過酷事故が起こった時の対策っていうのが1なので、こちらは、0351142177ですね、こちらに出していただく。そして2は地震津波活断層関係ですね、関係ですね、はい、こちらは0351142182ということですね、はい、ということで書いていただければと思います、ぜひ出しましょう、うん、で皆さん周りの人にもぜひ進めてください、はい、で今シドさんから提案がありまして、はい、この書式とかね、うん、そういうものをコンビニの、うん、登録するやつあるじゃないですか、はい、ネットプリント、うん、はい、ああいうところに登録したらどうかっていうので、早速いいですね、早速やってみようかと思います、はい、やります、はい、またツイートとか、本当だよね、規制庁ちゃんとやれ、規制委員会見てる、そう皆さん、ほら規制庁の皆さん、ちゃんとこういうことをね、盛り込んでくださいね、そうだ、当然の行政サービスだ、うん、そうだ、こっちはみんな手弁当だぞ、お土産いっぱいもらったぞみたいなね、皆さん今日はありがとうございますみたいな、ね、ありがとうございました、みんなで出しましょう、はい、はい、本当ですよ、本当にパプコメ、ぜひぜひ出していただきたいと思います、うん、坂上さんの声を聞けと、ね、民の声を聞け、はい、やっぱりそのね、まあ、そうだ、地震並みね、基本的に相手の土俵なんですよ、うん、ただだからまあ土俵そのもの設定が間違ってるないしはね、うん、まあ、土俵の下をこうね、ごそごそやって、土俵そのものが崩れるようにごそごそごそ、まあそれはやっぱり、うん、一つ、であるし、うん、からや敵の土俵であることは重々承知の上でやっぱり乗り込んで相撲を取って投げてみせるっていうね、うん、いやみたいな、それはそれでやっぱりね、ガノも必要みたいな、まあ、例えばさっきの弁当の話ね、うんうん、やっぱり
弁当するようなね対策はまかりならんと、うん、で そもそもまあこれは後藤さんが言われてますけど格納容器の設計がおかしい、ねうんで構造設計そのものを見直せっていうのはですね、うんうん、まあ思いっきり土俵の上での議論ですけどもでもやっぱりそれが現実問題になった時には、うん、やっぱり実は格納容器の作り直しなんかできないんですよね、うんうん、だからそれが問題になったら廃炉にせざるを得ないっていうことになってきますし、それからまあ今日はあんまり話ができなかったんですけどその地震津波なんかまさにそうで、うんうんうん、まあ今ちょっと出してますけども、うん、その40万年以降ね活動したことが否定できなければ活断層とみなすべきだ、うん、要するに否定されなければ活断層とみなすべきっていうね、まあその原則は今非常に曖昧な形になっているので、うんうんうん、それをしっかりしろと、うん、その上で活断層がある敷地のに原子炉を建ててはならないっていうね、うん、まあこれも非常に曖昧な形になっているものをきちんとこう原則を貫かせるみたいなね、うん、まあこれは実際にこの、まあ、大井の活断層問題っていうのは敵の土俵ではあれね、でそこに専門家のね、うんまあ、良識的な専門家の人たちにきちんと検証させて、うんまあうんそれで、その規制委員会の側でもその議論の中ではまあ、活断層があっても大丈夫だみたいなね最初は向こうはそういう線路をしたかったんだけどもそれができない状態になってて、うんうん、で現実にあとはまあ、この基準の話もそうですし、うん、実際に原発の再稼働が問題になった時にこの活断層の問題っていうのは、うん、やっぱりまた大きな議論、うん、論争になってくると思うんですよね、うんまあ、そこでやっぱりその原則を貫かせるその中で原発を動かすことができない状況にこう自主的に追い込んでいくっていう、うん、やっぱりそれはそれでそういう動きっていうのはね、必要になってくるだろうと思いますの で、ね、そういう、うんまあ、原則論とそれから実際上のところで敵の土俵であれそこで、戦って実質的にこう動かせない状況を作っていくみたいなね、うんまあ、その両方をこうなんかうまくね、うん、組み合わせてというか自滅していただこうみたいなね、うん、だからすごく個別具体的なパブリックコメントとそれから原則的な話を、うんまあ、ある意味使い分けて、うん出していく、うんうん、役割分担してもいいですね、うんうん、ある人はこう学者風にですね、そうですね、なんかこう難しい言葉を使って細かく何ページの何行目とか言って、うんうん、相手の用語で喋る人と、うんうん、それからこちらの用語で喋る人と、うんまあ、役割分担があってもいいのかなと思いました、うん、両方重要だと思います、うん、本当ですね。この地震津波実は、まだ15分シリーズやってない、やってないですね、うん、ちょっと15分シリーズ欲しいかな。これでもなんかすごく私的にはあまりにこうつつましやかなコメントに見えますね、うん、当たり前じゃないかっていう感じで、何をこんなことを言ってるんだみたいなね、原子炉施設はもうちょっと踏み込んでもいいんじゃないかっていう気も します、うん、ただ要するにこれをまだやっぱり書かなきゃいけないっていうね、うんうん、要するにその程度現状としては、うん、例えば、今出てる案だと、うん、S クラスっていうね、うん、一番重要な高い施設しか問題にしてないし、なおかつ活断層は露頭がないと、露頭っていうのはもう地面まで出たような活断層しか問題にしないとかね、ちょっとやっぱりやや限定的になってるとかね、ういう問題もあるし、そのさっきの40万年の話も、うん、要するに活動が否定されなければ活断層とみなすっていう原則がね、うん、12、3万年前は貫か、まあ、それで行こうと言ってるのに40万年前についてはそうではないですね、うん、今現状ではね、うんうん、だからそこは当然同じ原則で活断層の評価っていうのを厳格に、ねうん、そんなに論争せずとも、もう否定できない限りは活断層だっていうふうにすればね、うん、そんなに議論なく活断層の認定ができるはずなので、うん、でそれが向こうは抵抗してるのはやっぱり現実にそれをやられちゃうと動かせない原発が現にあるからなんですね、うんうん、そういう意味ではそれは私たちにとっては非常にチャンスである、突きどころです、突きどころであるということですので、はいうんまあ、そういったところをしっかりとついていくっていうのはね、それはそれで必要かな、はい、だからそうですね、この話こうギリギリ突き詰めていけばやっぱり論理的には原発を動かせないっていうことになると思いますので、なるべくこういう具体的なことも
書いてみるということですね、うん、そうですね、はいはい、ちょっと地震津波もしできたらちょっとやりますかね、またやりましょう、15分もので、はいはい、ということでいいですか、喋り足りないくらいでした、皆さん、皆さんどうぞこちらに、はい、ちこちら側にも、はい、ということで、なんとですね、今日 FFTV、午後の2時からお送りして7時間スペシャルとか言って